ドカーついてるってめちゃくちゃ運転難しいのに。曲がれないから。 RPG でそんなに曲がれないんだよ。鉄橋へ向かいましょう。鉄橋？君が C3 を仕掛けた。そうよ、あいつをあそこまでおびき寄せて鉄橋ごと落とすということ。なるほど、お願いで。鉄橋は滑走路の向こう、基地の中を突き切るわよ。いい、行きましょう。待て、打ち切れたら終わりだ。オテロット、さあ行くわよ。カスタムできるのか。危な。ここでオペロットか。
めっちゃ怒ってるよ。もう人望なかったいいだろ。そんな説明しないからこういうことになるんだ。鉄橋ね、チャンスは一度きりよ。引きつけて向こう岸まで行く。オッケー。サゴホットが鉄橋に入ったら爆弾を狙撃して。爆弾は客車に引っ掛けてあるわ。できっかな。え、早く行ってください。そしたら早く行ってください。マジ俺はずっと、こういうの行くわよ。行こう行こう、早く。いや、シャゴホットの獲得やば。足打てるかな。狙ってってどこ？もっと左。もっと左？あ、これ？これじゃない？これだ。もう少し右。難しいよ。撃って。シャゴホットまで。あと一つよ。あと一つどこ？シャゴホットまで。よっ。
景気づけよ。セクシーすぎるんだ、エヴァは。さあ、行くぞ。理解しました。やった。あ、オッケーオッケー。そっか。ぐるっと回ってそこに当てられたんだ。やったミラーが。どこだ。エヴァちょっと頼む。うん、ここだ。ここだ。ここの人が投稿弱いんだ。見つけました。君のビッグポイント。タゴホットのウィークポイント見つけていました。エヴァぐるっと後ろ回ってくれ。オッケー、任せろ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 リ。今のもう一回。オッケー、任せろリ。動きがエヴァ後ろ回り込んでくれ早く。あのキャタピラがうるさいのか。オッケー、任せろリ。スネーク、あれを引きつける。おとりになるつもりか。危険だ。あの男の扱いには慣れてる。さ、いやだけど降りたスネークが引かれちゃったら終わりだ。あぶな。かかってきなさい、このテクノモ。これで簡単に釣られてくれるの助かる。いや、さすがにもういいよ。雷などなんともない。どういうこと。こいつにまさか落雷落ちて死ぬか。やば、サクシサクに溺れるとはまさにこのこと。雷ボルギン、雷にやられる。うわ、やば、汚い花火になってる。わ、体に巻いてるからそんなの。自分で暴発するとは。
奴にはうってつけの最後だ。これで片付いた。ロマンスになった。あ、ボスの馬だ。違った、馬の鳴き声かと思ったら違う奴らだった。続きはお預けね。脱出機はこの先。まあ、ボルディンが死んだところで諦めないよ。どうやら巻いたらしい。喜んでられないわ。燃料が漏れている。おっと、くそ、タンクに被弾してる。爆発しなかっただけよかったね。まずい。一瞬の油断だねこれ。どんな具合？刺さっちゃったんだ。ひどい。優しさのかけらもないよね。エヴァ。スネーク、あなたは。俺は大丈夫だ。よかった。すぐにここを離れなければ。エヴァ、逃げるぞ。私は置いてって。エヴァ、あの人が待ってるわ。あなたは行かなきゃいけない。銃を貸して。ダメだ、逃げるぞ。湖はまだ遠い。私は無理。初めてだな。え、初めて君が弱音を吐くのを聞いた。確かに。何それ。いいか、エヴァ、一緒に行くんだ。一人で。エヴァ、君の力が必要なんだ。もう一度言って。君が必要だ。俺はウィグを操縦できない。ヌネークやば。わかったわ、私が助けてあげる。まあでも逆に元気出るか。あ、めっちゃ気合いだなこれ。消毒しないとすぐ。世話の焼ける男。スネーク、聞こえる？パラメディック、よかった、エヴァが重傷だ。あなたもでしょ。幸い内臓は逸れてるようだが。落ち着いて、スネーク。落ち着く？すぐに応急処置すれば
人とも助かるわ。でも処置はあなたしかできない。いい？だから落ち着いて。あ、分かった。動いてる。それからスネーク、分かってるとは思うけど、もしアイテムが足りないなら自分を優先して。え、分かる？私の言ってる意味。エズブナ、あなたにはまだやらなければならない任務がある。ああ、やるべきことは分かってる。スネーク、こうするさ。歩けるか？ええ、なんとか。相当ひどいんだな。これを。お、シングルアクションアーミーだ。モーゼルとは違うぞ。ツーハンドホールドするときはシリンダーギャップからの燃焼ガスで指を焼かれないよう手の位置に気をつけろ。